最強ゴースト小鈴鹿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 ゴースト小鈴鹿のイベント僕一応コンプリートしましたよ。でも強いですけど毎回同じことしかしない。うん、そうだね。いることで全ての面でかける。よし、頑張ろうか。画面映ってますよね。画面変わってませんよ。今日は手袋しないんですか？アリスター、今日してませんよ。時代だとシーズン2。そうだね。アリスターはシーズン4でもまだ活躍しましたよね。はい、いらっしゃいませ。さんってサカナクションに所属してるんですか？見てますね。実はピーナッツは豆、これ豆な。ありがとうございます。ジャングルを散歩するただのちょっと待ってね。ちょっと音量上げるから待ってね。今のリンクスこれなんか仲間負けてない？ちょっと音声調節したんだけど。これなんてスキンですか？ワード買って、このスキンは何ですか？ワードつけますよ。ダガースターとしろ、ハンラですか？もう間違えませんよ。ないんですか？これさ、サポートの方にちょっと余裕があるんでしたら置いていただけないかな。怖くて僕入れないんだけど。してませんね。豆先輩もいますからね。コウマウが行くのはちょっとリスク多すぎる気がするけど。危なかった危なかった。そうだね。レベル1から R 触れますからね。トリンダーメアには勝てないかな。逃げることはできるけど勝ちはできないと思う。これ空画ができる空画だったら W 振ってると思うけどな。あ、そうなんだ。プロ意識してんのかな。かっこいいですね。絶対僕やんないけど。そう、なんかドランシールド持つのもありらしいですね。前なんかツイッターで僕聞かれて、ちょ、間違えたんですっては。間違えた？ごめんね。W かと思ったけど間違えましたね。うん、間違えたね、ステバ。で、僕が、ドランシールドを持つ ADC なんているんですねって返信したら、その人チャレンジャーっていうね、日本サーバーで。非常に僕恥がきましたね。ギブアップ。で、僕もっとひどいと思うのは、その僕のドランシールド積む ADC なんているんだって言った返信を、その人の友達にチャレンジャーの人にリツイートされて、うん、こいつ貴重って言われたことですね、引用リツイートで。もう、ロルってそういうゲームだなって僕は改めて思いましたよ。うん、これ事実ね。事実、これ事実。うん、本当だからね、これ。グレーブストークなんだ。ちょっと全然クリックできない。全然クリックできない。まあそうですね。ドルチャレンジャーは人格まともな人悪いけどいないよ。ググってバフられたんだっけ。わらわら。スンスに炎上がつきもの。ちょっと危険な立ち位置だと思うけどな、ブラッド。W があるからって過信すると負けちゃうよね。ツイッターはスンスじゃないって、それ一番。燃えてる体が燃えてる。じゃあ、何回も上がるほど人間性下がっていくのが実サバなんでし、いかやく、こんばんは。ちょっとこれ行かない方がいいかな。はい、いらっしゃいませ。何もないのに過信してますけどね。なんでこんなに体力減るんですか？こんばんは。ランク上がれば上がるほど悪い思い出が増えるから仕方ない。やばい、眼食いって真相になっちゃった。ウディアのパクリですか？始まってたのか。ぶさ、今日のデイすごい思いました。足すら遅い男、マージか。いけないのか。今のトリンダム見ました？うん、このウディアに酸があるってこと知らずに入ってきましたからね。そういうことですよ。うん、これが利点ね、このチャンピオンの。相手絶対分かってなかったからね。こいつスターあるんだって今踊れてると思うよ。わからん殺し。さすがは新チャンピオン。ウディアってスターあるんだ。また足が速いだけのおっさんやってんのか。一応カウンタージャングル中心になっていきたいけど、トリンダミアでないしと無理かな。まあそうですね、仲間生かしただけでも十分かな。
相手知らない。でもフラッシュ追っちゃった。手の内を晒してしまったってこと？うりゃあ、スタンナスタン。まあ、手の内を晒されてばそうですね。リメイクされてませんよ。ずっと前からこれね。信じられないぐらいずっと前からこれですからね、こいつ。ただ、わかんない。どこ殴ってるんでしょうね。一発殴るだけだから。多分だけど、リーシーンと同じところで修行したって言ってるから、気とかそういうもんじゃないかな。スタン取れるという理由はね。そうだね。あの、リメイクされたワーウィクとかって一応個性があったんですよ。こいつ個性もクソもないからね。こうか。はい、いらっしゃいませ。そう、真夏買わなくてもいい気がするんだけど、昼まで行けませんね。これあの AP に行くと火力出るんだけど、ちょっと AP に行くと脆いんですよね。これせめてもの救いはカウンタージャングルされなかったところかな。これ1戦目ですよ。そうだね、それはトリック 2G だけですよ。あのトリック 2G って人があのプロなんだけど、ずっと一人でやってるから、プロビルドの 6ページ目ぐらいまでトリック 2G しかいないっていう状況になってますね。ちょ、これクリックできないけど、なんでだろう。そうですね。そうだね、こっちは近づくために必死にスキル入ってるのに、なんででしょうね。これまずいな。よかった。終えるわけないんだよな。こいつが唯一これのとこ、こいつのいいとこですからね。完全に今の親父狩りでしたね。そう、僕見た時使ったんだけど、今使ってるかもしれませんね。危なかった危なかった。これ島だよね、あいつ。いいですよ。どうしようかな、これビルド。どうしようか。うん、これデスあるね、デスあるね。これあ、これどうしよう。これあんま強くない人だ。あ、これウルトクルト、ウルトクルト。やめろ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 。なんでこんなにも警戒なんだろうな。グッジョブエッコ。1キルしただけでも煽ってますからね、相手のグレーブス。混沌としてますね。こっちの仲間も煽ってる。はって言ってますね。そうだね、グレイブされてたらキャンプしてもいいかもしれませんね。OKOKOK、ダメージ受けさせればいいかな。これ入っていったら最悪デスまでありますからね。舐めちゃいけませんよね、あいつのバースト。まあ行きますけど。まあ OKOK、フラッシュ切らせれば十分かな。いいですよ。フラッシュを F キーにしてたら煽られたんだけどダメなの？くっそ。またバンザーブリンクアリアスって卑怯ですよね、純粋に考えて。卑怯。許せませんね。なんでこいつ追加されないんだろう。男なら走れよな。だよな、エコーも卑怯。こっちは必死で走ってるのに。そうですね。あ、ウルトで死んじゃうかな、ミッドレーン。あ、それが熱いですね。めまいを起こすやつか。あの、このゲームマグマ出すキャラとかいるんですよ。それに比べたら全然マシだと思うけどな。久しぶりに来たんですけど、まだガレンとラップバトルしてますか？してますよ、最近よくね。
うん、絶対臭いと思うよ。絶対洗ってないからね。ナイス GG ですね。ミッド割れるところまでやろうか。それがミッドレーン。うん、こっちそろそろ青バフ渡すと思うから、あれでもいいですね。あー、エコ煽ってる。あー、 I see you need a but body to be anything って言ってる。よくわかんないけど煽ってますね。煽ってんのかな。うん、そうですね、今の良かったですね。これレボルさんね。そうだね。リーシーンと同じとこで修行したくせに、リーシーンはブリング2つあるのに、こっちゼロだからね。なんででしょうね。あ、背負ったのかな。うん、行きますよ。靴はスローグスでいいかな。スローグスでいいかな。しましたよ。ものすごい強かったですね。その可能性もありますね。あ、だからリーシンにブリング2つあんだ。本当は1個だったかもしれませんね。と思ったけど、これ僕が、そうだよね、一人だけ幼稚園児が書いてみたらアイコンしてますからね、こいつ。なんででしょう。鳥さん書いたみたいなアイコンしてますね、確かに言われてみれば。虚しくなってきましたね。いけるか。なんで仲間は夜部屋を一切見せない。なんでブラッドは入らない。ちょっと。いやー、ロケットジャンプの犠牲になってくれ。うん、来るね、鳥並みは来るね。いや、わかんない、ブラッドをスキル縛ってんのかな。違う、今の僕が悪いんですか。ブラッドなんで入らなかったんだろう。もったいないですよね。うん、ダメージありませんよ。うん、そうですね。今なんかワンピースもちもちの見たやついますよね。ルフィの技真似するやつね、いましたね。アスキーアートだけで頑張ってる鳥の目を見るじゃないですか。こいつね、こいつ、うん、いないよ。スタンバラマキッズ兵と稼ぐのがウディアの仕事やぞ。多分いるんじゃないかな、そこに。でもあいつブリンク持ってるよ。まあそうですね、そこもあれですよね、違うとこですよね。あれいけるね。あれ行こうか。俺はこう行って、嘘だろ嘘だろ。ウルトを使え。ウルトだって命がけで僕入ったのになぜ使わない。出し惜しみしちゃいましたね。もったいなかった。惜しいですね。今多分ロールプレイヤーの健全な人は多分だけど怒ると思うけど、僕は許す。僕もルールありますからね。だって R ってクールダウン100何秒とかあるじゃないですか。っていうことは Q とかに振った方が効率いいんですね。だって Q のクールダウンが2秒上がったとするじゃないですか。その間にだから120秒の好きだったら何回分使えるんだって話になるからね。そういうことですよね。たまにライズとかで振らない人いますよね。JG トップって言ってる、うん、ついに僕めちゃめちゃいい配合出したと思うけど、うん、ミッドくんなって言われてますね。わ、うん、かりましたわかりました、うん、もう行きません絶対、うん、
しいのはこいつが悪いの？それともこいつの性能を知らないあいつ、イカヤス、タワーナブッチャンのってどうやったら治りますか？今コメント打ってるんだから喋るので。え？これな？なんでそんなにピンと低いんですか？あえてね。BWちょっとこれは始めない方がいいと思うけどな。行かない方がいいと思うよ。砂もいるからね。さすがにギャグ悔しい。クリアが9使ったらウルト取るよ。俺は下手だからトップ育ててあげてとか謙虚じゃん。 AS さんみたいになでっていう考え方もいいですよね。って言って生きり楽しくやれればいいからね。残っててくさ。こいつのクリマナに守ってもしたくないのは何でですか？ひどくないかな。僕がいいお3回ぐらい使って走っていっても、うん、1個ピュッてされたらもう絶対勝てないからね。イブリンリメイクされたけどあんまり使われてないみたいですね。これでボットレーンが有利取れてれば僕全然いいと思うけど、ボットレーン弱いからね。ボグマグが序盤ね。うん、これ死にそうですね。あ、本当に来るんだ。なんかパッとしない火力って言ってましたね。前々からパッとしなかったけど、ウルト打てるか？打てないですね。なんで行っちゃったんだろう。来るか来るか来るか。オーケー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 。活躍してますね。はい、いらっしゃいませ。女ごときが追いつけるかよ。ちょっと今アキラっぽかったですね。うん、 R 使わないみたいですね。なんででしょうか。飛びましょうかね。ちょっとこれワンコン圏内もあるとは思うけど、考えられますけどね。どうか。出た出た、ブリンクあるのにウディアから逃げれないやつ。よしよしよし。いいシーンですよね。お前もなったんだろう、これから駅の山でようですね。名シーンですね。あれ原作の方だとありませんからね。確か一巻かどっかでセリフありましたけど、みたいな場面はね、あのセリフなかったですよね、漫画の方だと。で、ここからどうしましょうね。うん、ちょっとね、どうしよう。すぐんじゃないんだ。ちょっと待ってね、仲間がめちゃめちゃ死んでるけど、ちょっと待って待っていい？最後の試合面白かったな。これ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 。これが欲しかった。もっとガード固めた方がいい。ウクスでモルデは出ましたけど、ウディアは出ますか？モビリティにして瞬速かった設定。オームレッカーでいいだろ。お前も芸能人になったんだ。オームレッカーも行きたいんですけど、ちょっと先にクリティカル提言したいのと、本当に強化だった。大会疲れたはずだからね。うん、勝ちましたよ。1抜けしましたよ。いや、ダメだ、これ行かない方がいいですね。これね、なんだっけ、コラテラルダメージでワンコまであるよ。行かない方がいいと思うけど、いいですよ。よくそこでリコールできるよな、うん、銃持ってる相手がいるのにタバコ吸ってるようなもんですからね、戦争中に。よくその時あるよな。どっか行っちゃってますね。いいですよ。あれ、これって壁から見えるんでしたっけ、炎って。なんか新しいスキンも濃厚って言われてますもんね、あいつが。今僕見ちゃいましたよ、うん、仲間を完全に見捨てるADC の動きをね、見てしまいましたね。今そんな感じでしたね。こっち来んなって感じでしたね、今のね。行くならそっち行ってって感じでしたね。
そうですね、今の障害ありませんね。これあのサポートがまともだったらここにワードを押し落としけどダメかな。何してるんでしょうね。まあ、いけるかな、やりましょうか。正体現したわね。俺はまともじゃないんだな。今回のおすすめの試合を教えて、見てくるから。上半身裸のおっさんに対しては当然歌歌ってるよ。俺も横で寝てるよ。今も歌えてみると。ランページランページランページ。あー、ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。あー、ちょっと無理があるか。いやー、ちょっと無理があった。だいぶ時間稼げましたけど、たくさん来ましたね。いや、ここは強いんですよ。これで時間稼げたらよかったですね。これドラゴンも取った後だから、ドラゴン取られる心配もありませんからね。取られてタワーだけですね。こいつマジで怒りますよ僕。あ、でもいや、ソラカが来るの読んで今のプレイしたら僕全然許す、うん、絶対違うと思うけど絶対違うよな今の。絶対ベイトじゃない今のは。あ、俺死んだわって思ったけど、ソラカ来たわって感じでしたね。そうだね、あの極筒虫もいますよね。靴2個積んでも意味ないけど、早い方が優先されますからね。ありませんね。負けてはないですよ。ただキル入ってるのが僕だから、ちょっと負けてはいるかな。勝ってるか負けてるかで言ったら負けてるとは思う。寄ってるかで言うとね。これ行こうか、トップ。ま、二人いるんだ。そうですね。集団戦すること本当ありませんからね。で、あいつがどこで帰るかですね。多分ロケットジャンプそろそろ上がるから来るよね。オッケー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 。ちょっと極進むのは合わないんですよ。走り回るチャンピオンだから、一発食らっただけでっていうのはもったいないんですよね。これ寄りましょうか。弱いですよ。10レベルでソロバロンできる人っていたかな、僕覚えてませんけど。今負けそうですよ。でも調子乗っちゃった。わー、全力だ、全力ですね。ちょっと無理だった。これはこの間にボットレオン押せれば十分だと思ったけど、無理ですね。うん、トリンダメがちょっときついですね。ダメージ出てくるからね。7キルしてるから、ダメージえぐいですね。こうなるの見越して買ったんだけど、うん、ついますよ。みんなが興味あるの OP ジャンプですからね。これでウディアが流行って、うん、ウディア最強とかっていうスレが立ったらみんな使うとは思うけど、多分そうはいかないからね。これ誰に切り替えてる仲間。エコーかな。生かすべきはエコーとコグマかな。 CS しっかり取れてるし。あ、全然強いですよ。あの CC のあるジャングラーって後半腐っても強いんですよ。そうだね、勝てませんね。これで僕があの武器いってればまだあったかもしれないけど、武器いってませんからね。
まだ強いですか？強かったら解雇されないと思うよ。トリックに G 先輩、便宜を返せ。でもこのエコー売ると使えないじゃん。あれ、このエコーも使ってなかったっけ？使ったの裏地見るだけじゃない？いや、ちょっと無理かな、今の。ブラッドも全力出せればいけると思ったけど。お、来れるか？ちょっとこれ無理、ごめんね、ちょっと無理。僕は生き残りたい。どうしよう、ワードどの辺にあるかな。トリンナメが降りてきたってことはこの辺にワーディングされてる可能性あるんですよね。もしかしたら勘違いしてるかもしれない、スキルの構成をね。W と Q 勘違いしてるかもしれない、うん、そうですね、逃げ回ってますからね。この辺で一発トリニティフォース行ってもいいかな。トリニティフォース行きますよ。ちょっと合わないかな、ここから行っても。まだあれですね、 API っていうのがいいかもしれないですね。 R ブリッジしてるから Q 振ってませんからね。そうですよ。ドラゴンはちょっと保守したいですね。うん、違いますよ。違いますよ。そんぐらいの恩恵あってもいいとは僕思うんですけど、そういう恩恵ありませんよ。うん、リッチバインいいと思うよ。あ、ワード変えますね、暇時に。トリンダメアにやられそうな気がするけど、どうしようかな。多分5本だと思うよ。いいですね。違いますよ。新アイテムのかっこいいやつ積んでほしいです。何これ突然マッチ、なんかまたアイテム増えましたっけ。いいですよ。なんで多分なんですか。三ツ矢サイダーを侮辱しないでください。飲んでないでいただけたけどね。ジーグコンバージョンズってなんだろう、見たことありませんね。まだ言えるとは思いますよ。後半弱くないですからね。エコーいるし、ウラジミールし、コグマいますからね。あとウディアね、いいですね。一応プレイはしてますよ。いいですね。危ない、死にはしないかな。よしよしよし。これどうしましょうね。トリンダメ入ってたらもう全滅しちゃいますね。スキル入ってるからね。出してませんよ。ライバルでまだ正式サービスしてないんですよね。面白いらしいですよ。ウラジミール、ちょっと前傾できすぎたなプレイがね。これ逃げれると思う？僕無理だと思う。ああ無理無理、うんちブリブリブリつでも無理、これは生き残れない。かもしれませんね、使い方的に言うとね。エコーも使ってないよ。これ流行ってんの、これもしかして今使うべきではないってやつ、うん、まあ必殺だっていうぐらいですからね。あ、アルティメットって言われるスキルをこんな場面で使う場面はずないよな、多分思ってるのかな、かもしれませんね。言ってませんよ。あ、強い、ナイスですね。そうだね、ピックアップされた可能性ありますね。トリンダメは死んだからカウンターでバロンいけますね。いいと思うよ、これ言っても。そうだね、ウディアが R 頻繁に使うから
あ、ダメだ。一人の敵を追いかけるために行っちゃってる。こっち行かないかな、バロン。エコーはフク食らうとウルト使えないしな。これ僕ピング鳴らすの3回までにしてますね。これ以上鳴らすとなんか嫌な人だと思われるからね。持ってることが牽制に。ちょっと遅いのではないかな。一応ありますよ。いいですよ。それはあれですからね。あ、剣があったね。そうですよ。どうなんでしょうね。野菜の部下食ってる動物のうんこは臭くないって言うけど、人間どうしても雑食になっちゃいますからね。ごめん、発作今の、うん、今のごめんなさいね、発作起きちゃった。ごめん、ちょっと30キロぐらいしてるみたいなイメージが僕の中ではあったんですけど、全然キルしてませんでしたね。むしろ負けてる。これ GG までありますね。まあ、ウディアこんなもんですよ。僕まだ煽ってませんからね。違うってば、ウディアすぐ W 使うからな。ウディアじゃないか、ウラジミールか。あ、これ割られますね。あ、ダメージがえぐい。なんで ADC なのに棒立ちしちゃったんだろう。いいですね。撤退撤退。危ない危ない危ない。あー、危ない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 。攻撃されませんように。あ、ダメだ。空川頑張ってるのに僕だけ逃げるなんてできませんね。ダメだ、死んじゃった。あれって3回じゃないかと出るのって。いいですよ。でかくなってびっくりさせるかな。わらわら。ごめん。ごめん。ちょっとどれかわかんなかった。でかくなるやつ。ごめんよ。よし。まあいいや、負けちゃったけど、しょうがありませんね。序盤頑張ったから許してもらえないかな。まあこんなもんですよね。頑張った方だと思う。ちょっと仲間のせいにするのは申し訳ないけど、あんまり良くなかったかな。相性がね、自分たちとの。はい、いらっしゃいませ。カロリー高いのが難点ですよね。ミットあんま良くなかった。まあでも結果論ですけどね。そういうこと言うのはあれですよ。あんま良くないからね。潜りながら痛めないブラッドは雑魚。あ、貯めれるんだ。へぇ。右上ハリー氏の顔ってマジ？ドラクサーガレンお願いします。いいですよ。右上でペンタ取ったらいけてた。経過も良くなかったのでは。ハリー氏ツイッターで外人彼女自慢すんのやめろ。してませんね。それハイ選手ね。次ミッドレーン行こうかな、できれば。ミッドレーンか、またジャングルかな。自分の責任とし、勝てとし、精進せよハリー氏、さらばだ。ビークム、軍が右上本人って言ってました。今の試合のウディアの動き判定するならどの辺？真っ先に反省すべき点は、バロン取って、相手のゼラスがいたところで、こいつ絶対一人だと思って突っ込んだら5人いたとこですね。あそこは一番反省すべき場所かな。アドクヤレ、トロールピックを恐れるな。サイバードッグか言うなら間違いない。今日最先いいですよね。対策するので使うのに新しい指のスキルわかんない。あんまり良くないってのは聞きましたけど、ウディアプレシーズンで専用ルーン出てるらしいよ。ブランドジャングルお黙ってたけど前今日も遅刻済みだからな。はい、いらっしゃいませ。ミッド、シャコでお願いします。そう、遅刻罪っていうのはあのあれですよ、この今流れてる BGM の大泥棒ジンっていうアニメなんだけど、その世界でもありますからね。アニメでの第2話かな、第3話だったかな。
の街ですね。時間に支配された街ね。実際5分遅刻したっていう罪で処刑されてますからね。ナサスジャングル強いって聞きましたよ。俺もハリー氏みたいにスマホの保護フィルムしてたよ。止まるんじゃねえぞ。うん、僕もあの保護フィルム貼ってませんよ。操作しづらいからね。右側の顔動いてるの俺だけ？動いてませんね。多分それ勘違いね。こんばんは、ビッグ M 何件ありますか？トークさん、僕ビッグ M 参加してないんですよ。武道がお宝のあれな。ミッドアゴットプリーズ。右上の顔だんだん骸骨になっていってる。入って今何してるんだろ。それなんかあれですね、なんかあのホーンデッドマンションみたいでいいですね、それね。右上の画像って流行りそういう思考があるといいですよね。ホーンデッドマンションだね。アプグ何予想ですか？どこまで決めるでしょうね。操作しづらいってのは君が安いやつ使ってるから。要するに君がこういかやくあいうえお700って今何してるんだろう。リン、つわもの。なんかあれ演技って言ってましたからね。人によってはね、あの糖質っぽい行動が演技っぽいというありましたね。いいですよ。そう、次なんかやってほしいジャンルありますか？演技はみやぞんやぞ。ミヤゾンは絶対いい人だと思うよ。にじみ出てるじゃないですか。あの神木隆之介くんとミヤゾンを嫌いっていう人はちょっと性格ひねくれてると思う。僕はあいうよ700っぽいチャンピオンって言ったらもうディアじゃないかな。ガレン周りですね。あの明かりっていいですか？やってもミッドレーン取れたら、うん、多分怖いですね。てかあの勘違いしてしまうんだけど、怒ったら怖そうっていうか、普通は怒ったら怖いからね、人って。ヤスオサポート、アミビアジャングル、アドクやってほしい。いいや、ミヤゾン派絶対性格悪いよ。俺にはわかる、騙されるな。カミール、もうっていうコメントが僕、絶対性格悪いと思うけどな。いいよ、どこに行ってもアカリ。アダスチョガス、アサヒ、白衣の天使な。ダメ、アカリ前やった。取れたらじゃない、取るんだよ。アカリ最近やってないんじゃないですか？3試合、3回放送分ぐらいやってない気がするけど、もっとかな。やってませんよね。怒っても怖くなさそうなら使っていい。明かりのコンボ教えて。なんか強そうなのやって。僕ボタンガチャガチャしてるからわかりませんね。ガレンとラップバトルしました。やりましたよ。明かりって何か強いの？ ADC 明かりちょっと前ですね。やろうと考えてるのはあのティーモかタロンかシンゲドかトランドルかマッサイかな。まだ明かりぐらいかな。そう、昔は W 上げると1個だけで防具結構高い防具1個分ぐらいのアーマードミスサイの上昇があったんだけど、今ありませんからね。あんま積む恩恵がありませんね。で僕はガンブレードいきたいかな。最初はタロンで腐れ暗殺者しよう。信じど信じど。ボタンガチャガチャとかプレステの鉄拳か。でも、俺を使う。それは上手くない人なんじゃないかな。僕コマンド入力できませんからね。信じどで2レインプロ騎士したらレベルクッソ上がってわろた。アシェ、ラカン買ってラカンやってよ。でもはジャングル？トップ？ミッド？買って初っ端やるのは無理かな。いや、ティーモやるんだったらジャングルですよ。あの、ジャングルティーモで、AD と AS とあの防具積むってやつね。あの僕お得意のやつ。いいですよ。強くはないよ。無理やりやらこいつけるのやめてくださいね。うんちボリボリボリベアちょっと無理があると思う。うんちブリブリブリって言ったらまだあかんですよ。うんちボリボリって何？乾燥したうんこ食ってるのかな。下品ですね。いい感じですよ。ライオットゲームズ JP かな。